はい、皆様こんにちは、こんばんは、グリード鈴木でございます。プレイステーション、PS1 の、ルパン三世カリオストロの城再開というゲームを再開したいと思います。はい、というところで、はい、前回ですね、なんだ、バーチャルゲーム館の、特別招待券を手に入れまして、このバーチャルゲーム館にやってきたところですね。はい、これからバーチャルゲームを、やりましょうというところでございます。じゃあ、その箱の中入ったってっていうことで。棺桶か、これ。よう、お前さんか。俺だよ、ルパン三世だ。なんてな。驚いたかい。ようこそカリオストロ城バーチャルゲーム会に。バーチャルワールドのカリオストロ城では、何やら陰謀が企てられてるって噂だ。そこで、お前さんには俺と一緒にその陰謀を潰してもらいたいんだ。もちろん、このバーチャルワールドには次元や五右衛門、藤子ちゃんに銭形のとっつぁんまでいる。さーて、お前さんはうまいことこの陰謀を潰すことができるかな。始まるぜ。はい、というわけで、どうやらバーチャルゲームの中のカリオストロの、城下町にやってきたようですね。あれ、見たことのある景色だぞと。見たことある景色って、お前目の前さっきまでいたとこなんだからね。そうか、バーチャルゲーム世界の城下町も実際の城下町と全く同じ作りになっているんだなということだそうです。どうすればいいんですかね。まずはお城行ってみましょうか。お、カリオストロ城に何か御用でしょうか。許可のない方はお通しするわけには参りません。アイテムは継続なんですね。あ、これは何の冗談ですか。それを私にどうしろというのですか。はい、どうやら通用しないようです。ちなみにこれスタンプ押されたんですかね。あ、押されてますね。レストラン、宿屋、はいはい、これで城下町押されたんじゃないでしょうか。現実世界のお城だったら、これで入れるはずですね。ただこれバーチャルゲームの中なので、入れてくれるわけではないようです。はい、じゃあ引き返しましょう。で確かこの辺にコインがありましたけど、バーチャルゲームの世界ではコインないんだっけ。そうだっけ。そうだったかな。まあ、とりあえずないね。で、この車のとこにもコインありましたけど、ないようですね。はい、そしたら、どうすんの？宿屋行くの？まあ、行ってみましょうか。ここにもコインありましたよね。まあ、入りましょう。あれ。いらっしゃいまし。現実世界お客さんお泊まりですか。
残念ですが今日は予約で満杯なんでさ、お引き取りくださいまし。こっちは一緒なんですね。あんたがもしこのカリオストロ城で運よくクラリス金貨を見つけたら、そいつを私んとこに持ってきたらいいよ。金貨の枚数分だけスペシャルブロマイドと交換してあげるよ。これちょっとセリフがスキップできないのがちょっと辛いですね。おや、金貨を見つけてきたのかい。あんたなかなか運のいいお人だね。よしと、じゃああんたのアルバムにブロマイドを貼っておいてやったよ。これで11枚になりますね。あ、これでジグソーパズルは埋まっていく感じなんだろうな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 そうですね。あー、これ冒頭あれですね、カジノで、カジノの金庫から大金を巻き上げたんだけど偽物だって気づいて、ゴートサスの謎を、探るために、カリオストロ公国に向かう道中ですよね。これ冒頭のね。で、ここでパンクして、じゃんけんで負けた次元が、タイヤ交換をする。はい。で、どっちにつく女で、なんだ、黒ずくめの連中の、車のタイヤを狙う次元ですよね、これね。で、助けたクラリスでしたが、気を失っていたので、崖から転落するところを、間一髪で助け出すシーンですね、これね。で、気がついたクラリスがルパンを解放しているところですね。で、指輪を見て、血相を変えて太鼓邸までやってきたルパンを、事情を話せこら、かっこつけてんじゃねえぞっつって、締め上げるところですね。はい。で、これが、クラリス城、伯爵の、城を、時計台から見ているところですね、これね。あ、これが、小さい頃のクラリスですね。レストランに飾られてた写真ですよね。ちなみに、このワンちゃんはカールですね。はい。で、次元じゃねえ、ゴエモンと、ゼニガタのトッツァンが、クラリス城にやってくるというところですね。こんばんは、花嫁さんって言って、クラリスのところにやってきたルパン。はい。あとは、空っぽ。最後1枚だけなんかありましたね。あった、これか。あ、ね、これも最後の最後のシーンですね。偽札の、何型を持って、それを、わ、わ、お友達になりたいわーと言ってるシーンですね、これね。これ多分話のストーリー順になってるんですね、これね。はい。これ、バーチャルゲームの中でも、まあ、これだと、おそらくコインありますね。パンフレットじゃない、アルバムが、金貨がね、ここで景品に変えられるということは、おそらくありますね。満員だから入れないってことかな。おっと、今日は予約のお客さんで満杯なんでさ。これ以上お客さんを止めるわけにはいきません。お引き取りくださいまし。まあここ3部屋しかないからね。はい、ということで、じゃあレストラン行ってみましょうか。
ひょいっと。ああ、ないか。ないね。ないね。意外とないね。バーチャルゲームの中はなかなかないですね。いらっしゃいませ。さあ、奥のお席へご案内します。ご存知のこととは思いますが、当店ではこのメニューしかお出しできませんの。でも味は絶品ですよ。これまた食べさせられるんですか。はい、お皿が熱くなってますから気をつけて召し上がれ。まあレストランに来て頼まないわけにもいかないか。2杯目一瞬です。水も飲むと一瞬です。はい、で、ニンニクにもコインはないですね。メニュー、お誰かいますよ。見つからん。同じですかこれは。興味があるのですかな。ではあなたにもお話ししておきましょう。同じですね。私は幻と言われるエラー金貨というものを探し求めているのです。このカリオストロ城のあちこちに隠された美しい金貨をセリフスキップできないのは結構あなたも見つけることがあるかもしれません、ね、それはクラリス金貨というもので、確か宿屋にそれを持っていけば景品と交換してくれるはずです。私が求めるエラー金貨とはそのクラリス金貨のいわば失敗作なのです。はい、これあれですよね、ルパンと次元がスパゲッティの争奪戦を繰り広げてるところにいたやつですよね。やっぱり伯爵の犬だぜ、指輪を見て目の色変えやがったみたいな、ですよね。ちょっと後回ししましょうか。これも変わんないのかな。ぶわっ、急に話しかけるもんだから驚いちまったぜ。一緒です、一緒ですかね。けこれが飲まずにいられるかってんだよ。近いうちにルパン一味がこの城下町を爆破するって予告してるらしいんだ。はい？あ、なんかちょっと話の展開が違いますよ。爆破予告を出したやつが本当にルパンなのかどうかは知らねえ。知らねえ。とにかく爆破予告だけはあったらしいんだ。俺たちの命も今日か明日かってわけさ。だからよ、こうして飲みながら気分を紛らわせているのさ。完全な現実通りですね。はあ、はあ、じゃあこっち行きましょうかね。なんだか目つきが鋭くて、見るからに怪しいやつだなと。久しぶりだな。久しぶり。その後元気でやってたかい。ルパンが爆破予告を出したらしいな。しかしあんたも知っての通り、爆弾による無差別攻撃なんてのはどう考えてもルパンのやり方じゃない。これには必ず裏があると俺は思うね。うん。久しぶりって顔なじみなんですか？カリオストロ伯爵の亡霊の噂は聞いたことがあるかい？亡霊？夜中に城の窓に伯爵が立っている影が見えるんだそうだ。今回の事件、案外犯人はカリオストロ伯爵かもしれねえな。つまりカリオストロ伯爵はあの事件で死んじゃいなかったってことさ。
なんだってって驚いてみたりしてね。どうだったかな。でもちょっとね、覚えてないんですよね、この辺。こいつなんだっけな。でもいつまでもこんなところにいたって情報は集まらないぜ怒られてしまったはい、じゃあもういいようです。出ましょう。これどうでもいいけど、お金いつ払ってるんですかね。あー、また後ろ向いちゃった。あーでもないね、コインね、金貨意外とないぞ。おっと、順調に11枚まで集まりましたけど、その先はなかなか厳しいのかな。はい、それじゃあ、あと行けるのはこっちですか。バーチャルゲーム館がある場所はどうなってるんでしょうか。この辺とか怪しい気がするんですけど、あ、開かないのね。コインないね、ないね。ないですね、ないね、ない。港は高速艇のチケットを持っているのか。あ、ここは同じですか。まあやっぱ高速艇のチケットっていうのは手に入れなきゃダメみたいですね。おっと、ってことはあと行けるところはないぞ。まあでもレストランで話聞いたから、ちょっともう一回宿屋行ってみましょうか。まあでも満員だって言ってたら城行った方がいいかな。いらっしゃいまし、お客さんお泊まりですか。残念ですが今日は予約で満杯なんでさ。お引き取りくださいまし。うん、変わんないですね。じゃあ城行ってみましょう。城、もう一回城行ってみましょう。カリオストロ城に何かご用でしょうか。あれ、変わらない。許可のない方はお通しするわけには。待て待て、おっと、インターポールの銭形だ。クラリス女王陛下の指輪がルパンによって盗み出されたという通報があった。これよりカリオストロ城の警備はインターポールが行う。兵士諸君は我々の指示に従うように。ルパンがクラリス女王陛下の指輪を盗み出したって。ん、貴様は何者だ。観光客だと。城下町爆破予告、そしてクラリス女王陛下の指輪盗難事件。どんな空気が高まるカリオストロ公国に観光などと。怪しい奴だな。貴様、ルパンの変装ではあるまいな。
お、通してくれ。わしじゃ。ここを通してくれ。貴様もなんだか怪しいな。怪しいじゃと？わしはバチカンからカリオストロ公国へ出向いておる大司教じゃ。ああ、大司教か。わしは城の中に住んでおるんじゃ。あ、え？城の中に住んでんの？そんなに者じゃ。礼もの目が。あ。と。城下町で何か爆発したようです。おー、ルパンじゃ。ルパンの仕業に違いない。あら、おや、っていうか大司教城に住んでるんですか。そうなったんですかね。つうか大司教あんな感じの人だったっけ。そうだっけ、なんか気づかなかったな、すぐで。お客さん、お客さん、生きてるか。おお、気づいたみたいやな。よかったよかった。バーチャルゲーム終わりですか。あー、こんな展開だったっけか。ゲームどころちゃいます。城下町で爆弾テロ事件が起きたんですわ。ほんまにえらいこっちゃ。え、何のんきなこと言うてまんねん。爆弾テロはほんまの話でがな。ほんまに爆発のせいで機械も壊れてしもた。あとちょっとで店開けると思ったのに、また時間かかってしまいますわ。悪いこと言わへんから、今日のところはもう外も苦労なったし、宿屋にでも泊まりなはれ。バーチャルゲームも最後まで遊ばれへんかったけど、今日はここまででんな。今度はいつから店始められるかわかりませんけど、縁があったらまた来て。おおきに。ほな、さよなら。ああ、暗いですね。はい、というわけで、どうやらバーチャルゲームの世界で、ルパンが爆破テロ予告をしていたようなんですけども、現実世界で、それ爆発、何かの爆発が起きて、バーチャルゲームが、バーチャルゲームマシンが壊れて、どうやら現実世界に、戻ってきたようです。はい、ということですよね。で、合ってるのかな。まあ、で、宿に泊まれということなので、宿に泊まりに行きましょう。金貨が見つからなくなりましたね。まあ、だいたい取れるとこは取ったってことかな。あー、噴水が。ここで爆弾テロがあったみたいでな。わしの機械もさっぱりわやや。また金と時間がかかりまんね。ほんまにシャレにならんわ。あんたもこんなとこにおったら、また爆弾テロが起きるかもしれまへんで。
はよ、宿屋にでも帰った方がええで。おっちゃんついてきたんか。つうか、爆破が起きたという現場らしいけれど、兵士たちもいないし、警官もいないですね。じゃあ、まあ、まっすぐ宿へ行きましょうかね。人がいないですよ。あ、いた。いらっしゃいまし。落ち着いてんな、あんた。目の前で爆弾が爆発したらしいのにね。お泊まりですね。ありがとうございます。お客さんのお部屋は2階の202号室になります。こちらが部屋の鍵でございます。噴水広場の方で爆弾テロ事件が起こったようですが、手前どもの宿は大丈夫。安心してお休みくださいまし。そう、大丈夫の根拠は何だ。さあ、部屋は2階の202号室でございます。大丈夫の根拠がわからん。はい、じゃあまあ行きましょうかね。202なので、ここが201。はい、当然開きません。じゃあ素直に202入りましょうかね。はい。お？お？これが女道様から指示のあった指輪だ。確かに渡したぜ。今、女道からの指示って言いましたよね。これクラリスの指輪。あれ？これバーチャルゲームの世界ではルパンがクラリスの指輪を盗んだっていう話でしたけど、はい、どうやら、ジョドーの、手下が、指輪を持ってきました。あとのことは頼んだぜ。すいません、お客さん。私、部屋を間違えてしまいました。この202号室は別のお客さんが予約されていたんでした。お手数ですが、隣の201号室に移っていただきます。これが201号室の鍵です。完全にじゃあ、人違いということで、指輪を渡されてしまったんですね、これね。そういうことだ。お、なんか自動で動いてますね、今ね。で、鍵は自分で使わせるんだね。めんどくさいね。これあれですね、音楽がルパンが城のね、屋根を登ってるシーンですよね、これ音楽ね。あ、指が上を示してます。あ、上は見れるんですね、これね。だけど、まあ、調べてもチッチッチッって言われてしまいますもんね。
左右は向けないですね。後ろは向ける。後ろ向いてもでも扉だもんな。あ、ここがいけるのか。なんか、あ、ゲットゲット。タンスも怪しいですよ。タンス、ほら、金貨はさすがにそんな簡単には見つからない感じですかね。この中は何ですかね。カーソル合わせても特に中に入れるわけではないようです。あ、なんかありますよ。あ、閃光弾。これは、あれですよね。ルパンが宿屋に泊まってる時に襲ってきた影、から逃げる時に使った閃光弾ですよね、これね。ということは、これ影に襲われるということで、いいのかな？そうですよね。なんか天井を見れましたもんね。あはは、怪しい怪しい、明らかに怪しいよこれ。来た。なんだ。おう、弱っ。なんだ今の戦闘シーンだったみたいですけど。え、まあまあまあ、そりゃそうですよね。もう原作に忠実ですね。閃光弾で逃げ出す。ちょっと誰かに話が聞けるでしょうか。逃げ出したのはいいけど、そんな遠くに逃げてないんですけど大丈夫でしょうか。車で逃げるとかいうわけじゃないですからね。こんな簡単に追いつかれちゃいそうな居場所に。いらっしゃいませ。あれ、これもしかして。ちょうどよかったわ。今までお店は貸し切りだったんだけど、先ほどそのお客様が帰られたところよ。どうぞ奥の席をお座りください。あ、なるほど。これ宿屋でさっきのイベントこなしてないとレストラン来れないっていう状況だったんだね、これね。あら、その指輪、クラリス様の指輪だわ。クラリス？そう、カリオストロ公国の女王陛下様。幼い頃の写真がほらカウンターに飾られているでしょ。
あの写真は修道院に行かれる前のものね。修道院から戻られた直後、カリオストロ伯爵と無理やり結婚させられそうになっていたところを助け出したのがルパン三世率いる大泥棒一味だったの。あの時私が運んだスパゲティをルパンさんと次元さん奪い合ったのよ。はい、ミートボールスパゲティよ。また食うのかよ。これしかできないんですもの。注文をお聞きするまでもないわよね。3食目ですよ、3食目。あ、こいついるじゃん。これどうしようかな、まあ、とりあえず。ぶわっ、急に話しかけるもんだから驚いちまったぜ。いい加減慣れてくれよ。これが飲まずにいられるかってん。予告通り爆破事件が起きたんだぜ。かろうじて俺は命が助かったがよ。爆破事件が1回だけで済むとは思えねえ。だからこうして飲んで気分を紛らわしているのよ。ところであんた、バーチャルゲーム館に行ってみたかい？予告通り爆破事件が起きたっていうのは、予告っていうのはルパンの予告だとしたらバーチャルゲームの話だよね。だけどこれは現実世界。おや？なんだか大変そうだけど、まあ頑張りなよ。責任だ。じゃあ。よう、俺だよ。誰だよ。俺俺詐欺か、お前は。何言ってんだよ。俺だよ、俺。俺のことを忘れちまったのかい？バーチャルゲームだって？あんたあそこに入ったのかい？どうやらあんたはとんでもない事件に巻き込まれちまったようだな。ああ、あのバーチャルゲーム館には変な噂があってね。あそこはまだ開店はしていないんだが、それでも何人かは中に入ったことがあるんだそうだ。それが中に入った連中が出てきた時にはみんな記憶をなくしちまってたらしいんだ。あんたがバーチャルゲーム館に入ったんだとすると、俺のことがわからないのもうなずける。噂通りあんたは記憶をなくしちまったんだよ。なんだって？どうだい？あんたが巻き込まれちまった事件の全貌を知りたくはないか？高速艇に乗って太閤艇跡に行くんだ。ほら、高速艇のチケットをやろう。ほう。これを持って船着き場へ行けば、太閤艇跡に連れてってくれる。あんたが自分の記憶を取り戻せるように祈ってるぜ。じゃあな。明らかに怪しいですけどね。明らかに怪しいけど、どうなんでしょうか。まあそうは言ってもですね、おそらく、おそらく城に行っても何も進展はないと思いますので、高速艇に乗るしかないでしょうね、これね。まだいいじゃありませんか。あら、ごゆっくりしてらしてね。
ああ、なんだ。まだ何かやってないことがあって出れないのかと思った。普通に出れました。はい、では、港に行って高速艇に乗りたいとこですが、一応ね、お城の方も行ってみましょう。あ、兵士がいませんね。兵士がいない。金貨もない。ない。何もない。何もないと。港に行きましょう。ちょっと待って。ちょっと気になった。ああ、でも何もないか。なんか、この看板、調べた覚えなかったなと思って。何もないですね。あ、やべ、後ろ見ちゃって。じゃあでも夜になると、ちょっとでもやっぱ、趣が違いますよね。確かこの画面は昼間に来た時に、どっかにクイーンがあったんじゃなかったっけ。まあまあいいか。はい、じゃあ高速艇に乗りましょう。高速艇のチケットを持っているのか。持ってるよ。ついに高速艇のチケットを手に入れたのかい。しかし太鼓艇跡に行ってから先はどうなろうと俺の知ったことじゃないぜ。随分なこと言ってくれるじゃないの。はい。お？ああ、ここでディスクチェンジですか。なるほど。ですね、それでは、今回はここまでにいたしましょうか。次回はディスク2の冒頭部分から、やっていくということにしましょう。はい。何やらバーチャルゲーム館で、ゲームをやってる最中に、爆破テロが起きまして、どうやら主人公が記憶を失ってしまったと、いう状況ですね。で、わけもわからないまま、どうやら人違いで、クラリスの、銀の指輪を、渡されてしまって、それがゆえに、ジョドーの、影たちに、追われていると、まあ、そういう状況ですね。で、まあ、真相が知りたかったら、太鼓艇へ行ってみろという、まあ、怪しい男の、上限を聞き入れて、太鼓艇に、向かったというところで、ディスクチェンジということになりましたので、今回はここまでにいたしたいと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。